レディプレイヤー1ジャパンプレミアにて、荒牧真嗣は、日本のアニメ監督、メカニックデザイナー。福岡県出身。福岡県立福岡高等学校卒業。岡山大学卒業。アートミック出身。ソラデジタル ARTS では、こう務める。日本における 3DCG アニメーションの第一人者。中学時代から高校時代にかけて、 宇宙戦艦ヤマト、機動戦士、ガンダム、スターウォーズなどの影響を受け映像の世界を志す。岡山大学時代には漫画クラブに所属。漫画クラブ時代の代表作に自主制作アニメ、ムーンストラックアルテミスがある。荒巻自身はアニメ業界を特別志望していたわけではなく、絵を描くことができ、間口の広い業界であったから進んだと述べている。 またアニメや実写といったジャンルの区別は考えておらず、荒巻としてはデジタル技術の普及によりアニメと実写の境目がなくなってきたことで仕事がやりやすくなったともしている。特にパワードスーツやオートバイへの変形機構を持ったメカの類が登場するアニメを多く手掛けていることで知られる。2004年に監督を務めたアップルシードはモーションキャプチャーを導入し、 世界初 3D ライブアニメとして日本だけでなく世界中のクリエイターに大きな影響を与えた。2011年10月27日 VFX Japan Kickoff Meeting ではパネルディスカッションに登壇した。メカニックデザインプロダクションデザインデザインワークスコンセプトデザインその他。ありがとうございます。